会への招きの言葉、本日はローマの信徒への手紙3章21節から26節をお読みいたします。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。差し障りのある方はそのままで結構です。お立ちいただきまして、ご一緒に新聖歌165番を賛美しましょう。主の祈りは前方のスクリーンまたは周報の裏に印刷されております。主の祈り、霊に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の霊になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時の問題はない。アーメン。おかけください。続きまして新聖歌166番を賛美しましょう。Oh.
続いて講読をいたします。本日の講読文は講読40番、新聖歌の961ページ、または前方のスクリーンをご覧ください。司会者が細い字を、皆様はアンダーラインの太い字を交互にお読みいたしましょう。主がシオンの囚われ人を連れて帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には国々も言うであろう、主はこの人に大きな技を成し遂げられた。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。私たちは喜び祝うでしょう。主よ、永遠に川の流れを導かれるように、私たちの囚われ人を連れ帰ってください。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。何も苦労を背負い泣きながら出ていった人は、花びらを背負い喜びの歌を歌いながら帰っている。続きまして、本日の祈祷を梶原麻里姉妹にお願いいたします。愛する天の父なる神様、一週続けて台風の誠実となりました。一人一人の足を守ってくださり、会場に導いてくださって感謝いたします。各地の台風によるさまざまな災いからどうぞお守りください。校長もあなたの御言葉を聞こうとしております。取り付いてくださる江上先生はありがとうございます。どうぞ上からの聖霊によって先生を強め、どういう聞き方としてお導きください。また私たちも新しい一週間を始めるにあたり、一人一人にふさわしく御言葉を受け止めることができますようにお願いください。雨の中、教会に来ることができない方、また体調を崩し、ご自宅やまた施設で療養されている方、一人一人を思います。その中にあって、このひととき、私たちの心を一つにし、あなたを見上げ、礼拝する、礼拝し、祈る時を持てますように、お守りください。皆様の祈りと合わせて、この小さな祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条も前方のスクリーンまたは集報の裏に印刷されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわま。我は聖霊の真実、聖なる功能の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。続いて、ご一緒に新聖歌170番を賛美いたしましょう。Thank you.
きまして本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は使徒言行録第16章25節から34節、新約聖書の246ページになります。使徒言行録の16章25節、新約聖書の246ページでございます。真夜中ごろパウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはならない、私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。このあと二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。本日の説教は信じてんかと題しまして、江上先生にメッセージを取り付いていただきます。江上先生、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの皆をあがめて心から主を賛美いたします。過ぎました1週間の間、それぞれに与えられた持ち場立場における一日一日のそれぞれの歩みの中に、よみがえりの主イエス様、あなたが共に歩んでくださって私たちを支え励まし強め、あなたの導きでこの1週間も無事に過ごすことができましたことを心から感謝いたします。1週間のうちに辛いことや悲しいこと、思うようにならないこと、痛いこと、そのようなことを経験なさった方々の上には、より強い主イエス様の眼差しがその一人一人に注がれ、大いなるあなたの御手と助けがそこに確実にあったことを信じてあなたの皆をあがめます。10月の第5日曜日、第2礼拝、今日は賛美礼拝として、台風の近づく雨の中でありますけれども、こうして多くの愛する兄弟姉妹たちを雨の中ですけれども励ましをお送りくださって、心を一つにし、心を注ぎ出し、心から私たちの救い主なるイエス様、あなたを礼拝できますことをありがとうございます。目には見えませんが、あなたは生きておられるお方、この礼拝の中心におられ、礼拝を司り、ご一心の権威をもってこの礼拝を始めから終わりまで豊かに祝して導いてくださることを感謝いたします。今一人一人に御手をつけて祝福してください。病んでいる者、弱っている者には癒しの技がなされるように、あなたがどうぞ強めてください。落ち込んでいる者、悩んでいる者には慰めと励ましと勇気を主がお与えくださるように導いてください。肩の者、本当に弱き者、小さき者です。イエス様、あなたの恵みの十字架の陰にこの者を隠して、聖霊なる神様がどうぞあなたの御言葉をただに語らしめてください。聞く一人一人も信仰が与えられて、御言葉を受け取ってこの1週間も主と共に歩ましてください。花のどナザレ教会、先週の台風で被害に遭われました。今回のまた台風で二次被害をと恐れておられます。どうぞ神様の守りがそこにありますように、どうぞ全国の教会の今日の礼拝の上に主の助けと導きをお与えくださるように、すべてを御手に委ね、あなたにのみ期待してこの祈り、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
今日も皆さんと一緒に、今日は賛美礼拝として、第一礼拝は中高生の皆さんも一緒でした。雨の中ようこそおいでくださいました。大変だったと思います。濡れた方もおられると思いますね、けれども大変だからこそ神様はきっと恵みを持って祝福してくださると、そう信じます。まあ、2週続けての台風でね、きっと、まあ、牧師先生を代表して言わせていただくと、また礼拝少ないかなみたいな、雨で来ないかなって、もうメッセージ準備半分ぐらい、そんなことないんですけれども、一生懸命命をかけてやってるメッセージたくさんの人に聞いていただきたい。でも今日も雨の中、皆さん本当にそうやってねおいでくださったことを本当に感謝しています。10月の31日は何の日か皆さんご存知ですか？ハロウィンではありません。最近はハロウィンというのがですね、この日本でも流行ってですね、いろんな衣装をつけて渋谷の街に繰り出すと、若い人たちがねたくさんいて、もうゴミもいっぱいで、ニュースで、何度か見たことがあります。年々拡大していると思うんですね。でもハロウィンもキリスト教の行事だと思っている人がいるんです。教会でハロウィンしないんですか？しないんです。教会では収穫感謝祭っていうのがねあるんですけれども、10月31日はハロウィンではなくて宗教改革記念日です。今日も宗法にも詳しい説明が記されていました。今年は宗教改革から500年目、1517年10月31日ウィッテベルク城の城の門に95箇条の定例台を貼り付けたっていう、あれから500年が経ったということで、今年は日本でも世界でもいろんな宗教改革記念の特別の集会や賛美の集会やシンポジウムなどが行われています。歴史的に見ますと500年ごとに偉大な人が出ていると言われます。ですからもうそろそろ2000年になりましたので、偉大な人が出てくるんじゃないか、指導者もう出ていてるのかもしれませんけど、まだ目立っていないんですが、500年ごと ルターがとかね、宗教改革で出ますけども、この辺りにそういう人が早く出てほしいなっていうふうに思っています。マルチン・ルーテルは信仰によって救われるってことを強調しました。神の恩寵、恵みによって救われる、そして信仰の拠り所をこの聖書のみっていうふうに強調した人物でした。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われ、聖書の言葉で生かされる。今日も開かれた御言葉を通して神様の御心を知りたいと思っています。今日はワロテンカの第2弾で、信じてんかという題で、使徒行伝16章の25節から34節を通してお話しいたします。神様は私たちがこうどうすることもできないときに、もう自分の力や考えではどうすることもできないときに、神様の方がしてくださる、そういうお方なんですね。九州におられるある先生が書いている文集がありました。小学校1年生の女の子が家に帰ると、まあ、お父さんがその日はいた、仕事が早く終わったのか休みだったのか、お父さんが今日はどうだったと聞くと、その女の子が宿題があった、小学校1年生の女の子ね、どんな宿題だったって聞くと、家の人に抱っこしてもらうのが宿題、何人抱っこしてもらったかで競うという宿題を出されたって言うんですね。でこの女の子はその家にはお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お姉ちゃん2人、6人も抱っこしてもらったから、これは優秀だな、成績いいだろうなと思って学校に行きました。先生が、じゃあ昨日の宿題みんなしてきた、何人に抱っこしてもらいましたか、1人の人はい、2人の人はい、3人、はい、もう女の子はいや、もうその辺でもみんな手挙げるなよみたいな、4人、はい、5人、6人、はいって、この女の子は一番だったのか、誇らしげだったですね。でお父さんが次の日でしょうか、こんな簡単な宿題ね、楽ちんでいいよね、この宿題してこなかった人いないだろうねって言ったら、いや一人いたんだって言うんです。先生が宿題してこなかった人って言うと、はーいって男の子が手を挙げました。先生がじゃあ前来なさいって言って、その女の子はいや先生怒るんだろうって叱るんだろうと思って、こう目が開けられなかったんですけども、
恐る恐る目を開けてみると、先生がその男の子を抱っこしてた。それも何回も何回も抱っこしてあげたって言うんですね。抱っこしてもらえない子供っていうのはどんな家庭の子なんでしょうか。家族が崩壊している家庭と言えるかもしれません。この宿題を出した後で先生は、あ、しまったって思ったのかもしれないですね。この男の子は宿題をしてこなかったのではありません。宿題、つまり抱っこしてもらうことができなかったです。家にただいまといて帰っても誰も迎えてくれない家があります。私もそうでした夜遅くまで仕事でお母さんが帰ってこない家ね、そういう家もあるんです。この少年は抱っこしてもらうってことは自分ではどうすることもできないんです。誰かに抱っこしてもらわなきゃならないんですよね。ですから自分ではどうすることもできないので、先生が親に代わって抱っこしてあげた。何回も何回も抱っこしてあげたんですね。その女の子はその文集に、何回も何回も先生に抱っこしてもらってちょっと羨ましかったって書いているそうです。この先生はこの少年のできないことを、自分ではできないことを、まあ、先生の力でと言ったらいいでしょうか、で、埋めてあげたんですね。このことを別の言い方で言うと何て言うか、恵みって言うんですよ。自分ではできないこと、私たちは自分の力では正しく清く生きることはできません。自分の力でまっすぐ進むこともできません。自分の努力や力で自分の犯した罪を消すことはできません。私たちは自分で失敗した過去を自分の力で変えることはできません。自分の力で何かで死というものを克服することはできません。そのように何もできない私たちに、まあ、究極的に神様が私たちに代わって私たちを慰めてくださり、私たちに力を与えてくださり、永遠の命を無条件で与えてくださった、これが恵み、福音なんですね。私たちに生きる力を与え、本当に恵みを持って応えてくださった、これがルターが語った信仰のみ、いや言い換えれば恩寵のみ、神の恵みによって私たちは救われるんだっていう、そういうことだと思うんですね。今日の開かれた聖書の箇所は有名な箇所です。パウロが第2回伝道旅行でフィリピに行った時の出来事。フィリピはヨーロッパ伝道の最初の拠点になった場所です。フィリピは政治とか生活習慣上がもう小ローマと言われるほどね、もうローマを似せている、ローマに似た、そういうものがこのフィリピにはあったと言われる場所です。このフィリピでは一番最初にリディアという人とその家族が救われたことが書いてあります。昔の訳ではルデヤと言います。パウロの語る言葉を聞いてリディアが信仰を持って家族も救われていく。あ、フィリピ伝道は最初いいなって思った。その時に彼らはですね、辛い経験をするんですね。占いの霊に取り憑かれている女奴隷から霊を追い出した。そのことによって主人たちから訴えられて、まあ主人たちは金儲けができなくなったというそういう理由で、パウロを訴えて、パウロとシラスは役人に引き渡されて、もう無知で何回も何回目で撃たれ牢に投げ入れられた。そういう経験をした、そういう苦しい経験をしたパウロとシラスは一体何をしたのかっていうことです。25節を見ていただくと、前中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると。私たちが神様に賛美を捧げる時ってどんな時なんでしょうか。まあ、こうして礼拝に来た時賛美をします。集会に来た時賛美をします。また家にいても鼻歌が出るっていうのは、調子のいい時、元気な時、いいことがあった時、なんか嬉しい時、まあ、そういう時にこう賛美をするということは案外たやすいことでしょうけれども、苦しい時、悲しい時、絶望を経験した時、
生きがいをなくしてしまった時、失敗した時に神様を賛美するということは困難なことだと思うんです。パウロとシラスはフィリピ連合の最初はうまくいっていたけれども、天から地に落とされたような自分たちの何かで苦しむんではなくって、どちらかというと占いの霊に取り憑かれた女奴隷の霊を追い出してあげた、汚れた霊に憑かれて金儲けの道具にされていた彼女を解放してあげた。その結果、投獄されたという理由は女奴隷から霊を追い出したという角ではないんですね。パウロとシラスが町をかき乱してやってはならない風習をみんなにこう変えらせているという無実の罪で、彼らは鞭打たれ苦しめられ、牢屋に入れられるというもう踏んだり蹴ったりの、そういう状態でした。そういう状況の中で喜ぶとか感謝するとか、そういうものが一切ない条件の中で、その理由をどこにも見出せない、喜びとか感謝とかどこにも見出せない、そういう状況の中で体の痛みと理不尽の苦しみの中で何をしたのか、感謝の歌を歌って神に祈ったんです。新約聖書にはパウロとシラスが神に祈り賛美の歌を歌い続けており、続けておりって賛美の歌を歌い続けた、一回でやめるんじゃなくって何度も何度も神を賛美し続けた。旧約聖書の歴代志下というところの20章にはヨシャファトという王が出てきます。ユダの王ヨシャファト、その王のユダヤのところにアンモン人とモアブ人のもう大軍が押し寄せてきたんですね、戦争です。その時にこのヨシャファト王は主に向かって歌い、主の聖なる輝きを称える者たちを任命し、彼らに軍隊の戦闘を進ませて主に賛美せよ、その慈しみはとこしえに彼らが賛美の歌を歌い始めると、歌い彼らが賛美の歌を歌い始めると、アンモン人とモアブ人の軍隊は互いに戦って自滅した。大軍の押し寄せる中で聖歌隊を組織し、聖歌隊を軍隊の前に置いて彼らに賛美を捧げさせ、賛美が始まると神様は大勝利を与えた。賛美するということは力なんだよ、主を褒めたたえるということは力なんだよ、賛美するということは信仰を表すことなんだよって聖書は示していると思うんですね。まあ、和田教会も聖歌隊があるんですけど、まあ、聖歌隊のレベルが上がっていくということもいいと思いますけれども、それ以上に聖歌隊の人たちや阿波田教会の信仰霊性が祝福されて、こう喜んで主を信頼して賛美していく、そこに主の御業が起こるということなんですね。パウロとシラスは自分たちの今の状況、無罪の罪で捕らえられ鞭打たれ傷つき痛みと苦しみの状況を神様に訴えることもできましたね。神様、どうしてあなたに従っているのに、あなたを信じているのにこんな苦しい目に遭うんですか、遭わせられるんですか、つぶやくこともできました。神様の言われる通り聖霊に閉ざされてこのフィリピにやってきた、神様の導きに従ってきたのにこんな目に遭う、私は何も問題ありません、ちゃんと忠実に従ってきたではありませんかって自己弁護をすることもできました。このように神様に訴える口実、神様につぶやく口実、自己弁護できる口実があるのにもかかわらず、彼らはそのことをしないで賛美の歌を歌って神に祈ったんです。神様、あなたは神様ですよね、この状況も知っておられますよね、あなたを信頼します、主よあなたを崇めますって賛美をしたんです。パウロとシラスはどうしてそんな状況の中で神様を賛美することができたんでしょうか。苦しみの中で痛みの中で神様を賛美することができたんでしょうか。なぜ神様につぶやいたり文句を言ったりしなかったんでしょうか。いや、聖書に書いてあるのに省いたんじゃないと、本当は聖書に書いてあるんだ、書いてあったけどそこ隠せんじゃない、
つぶやいたはずだなんて言う人がいるかもしれません。逆に彼らの信仰がもう熱くて素晴らしい信仰だったからそういう賛美ができたんだっていうのも一つの答えかもしれません。私なんかやっぱ信仰はもう薄いしピラピラだし飛んできそうだし弱いからそんなきっとつぶやくだろうなって、ああ神様どうしてって言うだろうなって思われるでしょうか。自分が弱いからそんな賛美ができないんだって思われるんでしょうか。私とは違う、聖書に出てくる人物は私と違うからやっぱりって思われるんでしょうか。聖書にはそういうこう偉大な人たちも私たちと同じなんだという言い方をしていますよ。素晴らしく見える信仰者も私と同じ弱い存在なんだっていうことなんです。パウロとシラスも私は弱い存在、私と同じようにそういうつぶやきやすいものであったというふうに思うんですね。けれども彼らはそのこと以上にイエス・キリストというお方に信頼していたんです。イエス・キリストというお方は愛の人だということを信じていたんです。自分たちのことをよく知って絶対に一番良いようにしてくださるということを疑わなかったんです。家庭はどうであれね、今苦しくってもこんな目にあっても神様はきっと愛なるイエス・キリストは一番良いようにしてくださるんだ、そう信頼していたので賛美することができたかなって思うんですね。もう賛美なんかするような環境じゃないんですよ、状況上もないんですよ。けれども彼らの信じているイエス・キリストという方はそういう環境の中でも賛美をさせることのできる力を持っている。そのマイナスというものをこう克服するものをキリストは私たちに与えていてくださると思うんですね。私たちも理不尽なことを経験することがあります。信仰ゆえに、信仰を持っているがゆえに、いや信仰厚きゆえに苦しむこともあるんですね。なぜですか、どうしてですかって神様を疑ってしまうような出来事に遭遇します。けれどもです、イエス・キリストという方は生きておられるんです。聖書の中の話じゃないんです。今も生きておられる、ここにおられるお方なんです。見えないけど私たちのために命を与えるほどね、命を捧げるほど私たちを愛しておられるお方がいつも共にいて、あなたのそばにいて、どんな悲惨な出来事を経験しようともそばにいるっていうんです。悲惨な経験をしていると神様はそばにいないじゃない、いいことがあったら神様はそばにじゃないんです。いい時も悪い時も、ああ絶望を経験する時も主はあなたのそばにいるんですよ。そばに、そして最も良いこと最善を行ってくださるですから、そういうお方なのですから、私たちはパウロとシラスのように神様に安心して全てをお任せしようではありませんか。そのような信仰の姿勢、その状況を賛美する、そのことのゆえに絶対的な神様に対する信頼のゆえに、神様はこの牢の戸を皆開き、全ての囚人の鎖を外されたんです。ありえないことです。だからこの牢の監守はその囚人が全部逃げたと思い込んで、そして自害しようとしますね。囚人を逃がした罪はものすごく大きいですから、その逃がした罪を自分の命で贖おうとした。パウロは言います、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。その言葉に関しては明かりを持って牢に飛び込んで、そしてパウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。もう今この自分の目の前で行われていることがもうわからない、鎖を外れている囚人が逃げない、神の御業ですね。誰一人囚人が逃げなかった、神の業です。そして先生方、救われるためには何をすべきでしょうかって聞いたんです。救われるために何するんですか。
皆さんと一緒に16章の31節をご一緒にお読みしましょう。31節、はい。2人は言った、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。救われるためにすべきことはただ一つです。信じることです。主イエスキリストを自分の救い主として信じてんかということです。信じるという言葉には私たちの側にも何かすべきことがある。信じる、私が信じる、私の信仰という時に何か私の側にも何か技があるような響きがありますよね。エフェソの信徒の手紙の2章の8節、すっごい大事な御言葉です。もしクリスチャンの方で知らない人がいたらちょっと危ないです。洗礼を受ける人たちの学び、何回も出てきます。これ何回も何回もこの御言葉出てくるんです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。とっても大事な御言葉です。神の恵みによって信仰によって救われたって宣言するんですね、パウロは。そしてその信じるというね、救われたことは自分の力じゃなくって神様からの賜物、プレゼントですよ。現代訳聖書にはこう訳してあります。あなた方が罪から救い出されたのは神の恵み以外の何者でもなく、それはあなた方が信仰を持って受け入れたからである。そしてそれはあなた方が自分の力で獲得したものではなく、神が賜物としてくださったものである。私たちの魂の親である神様は本当に私たちを愛してくださって、私たちが罪を持って滅びの道をこう行く、もう滅びに向かっている、もう忍びない、だから私たちを救うためにイエス・キリスト様をこの地上に送ってくださって、私たちが罪のゆえに、ね、罪を持っているがゆえに受けるべき罰をイエス様が代わって十字架についてくださった。十字架刑というのは最も恐ろしくて最も残酷な刑です。痛みの極限までイエス様は経験し、ご自分の尊い命を最後の一滴まで流してくださって、そしてそのご自身の命を捧げてくださった、死んでくださったということです。私たちの身代わりに死んでくださった、そのイエス様の十字架での苦しみと流されたその血を見て、死んだイエス様を見て、神様は私たちの罪を全て許してくださった。イエス・キリストのなだめの供え物となってくださった。そのことによって私たちの罪が許されたと聖書は記しています。神様が救いのためにしてくださったこと、つまりイエス様の十字架と復活を信じることで、私たちの罪の許しと魂の救い、永遠の命が私たちに与えられました。信じるっていうのはイエス様が私たちを愛するがゆえに私たちのためにご自分の命を捧げてくださったこと、私たちのために血を流してくださったこと、私たちのために苦しんでくださったことに対するありがとうございますっていう感謝することなんです。信じるっていうことはありがとうございますっていう、その感謝が信じるっていうことにつながっていくんですね。だから神様のプレゼント、ありがとうございますって神様が救いを与えてくださる賜物ですよって聖書は言うわけです。この感謝するという心が信じるということつながります。神様が用意された救いの道を信じて一歩踏み出すということです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉を信じて、イエス様に自分の人生をこう委ねていくということです。椎名林蔵という作家がいます。クリスチャン作家です。彼はカール・マルクスに影響を受けて最初共産党に入ります。神なんていない、そういう人生でした。
その後特攻に検挙されて、獄中でニーチェのこの人を見よという本によって、もう全部頭がニーチェになるんですね。ニーチェ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 で、彼は神様なんていないって言ってるけど、何の根拠でそんなこと言うのかって、聖書も読んでないのに神様いないなんてのおかしいということで、彼は聖書を読むようになります。そして御言葉によって、まあ、導きによってイエス様によって救われるんですね。日本キリスト教団上原教会で赤岩栄という牧師から洗礼を受けます。そして彼がクリスチャンになって最初に書いた短編小説が公園のボートというものです。公園のボートというこの短編小説は、倦怠期を迎えた恋人同士の物語。倦怠期を迎えた夫婦じゃないんですよ心当たりがなんてない倦怠期を迎えた恋人同士、まあ倦怠期ですから、もうなんかもうなんか嫌だな、デートしようって、あもう行くの嫌だなみたいな、そのでもデートしようって公園に来て、その行けるボート乗るんですね。男性の名前は森尾さん、女性は倉子さん、二人が一緒にボートに乗ります。そしてボートに乗っていると蝶々がパーッと来るんですね。倉子さんが蝶々がーって言って身を乗り出した途端に転覆するんです。ボートがこの倉子さんは悪いことに泳げない。うわー助けて森尾さん助けてって、森尾って人は立ってて冷たいんですね。立っててというかこう冷たいんです。助けようともしないんです。森尾の正体見たりみたいな、助けてくれない、うわー言ってたけど、でも彼なんか怒鳴ってるんですね。あーってでも自分があー言ってクラクさん言ってるかわからない、よく聞いてみたら立てるって言ってるやろ何かもう立てた言ってるやろって、って立ったらここまでしか水なかったというお話。彼がクリスチャンになって神様を信じて書いた小説がこれなんです。しっかりと立ってたら立てるところで溺れる。下には土台があるのに、これ以上沈み込むことのない地面っていうのがあるのにもかかわらず、しっかりと立たないからなんかもう溺れて平安をなくし、もうダメになってしまう。立つべきところに立ちなさいっていう、そういうことを言っているらしい。救いの土台は私じゃないですよ。救いの土台って私が信仰によって信じたっていう私じゃないんですよ。私の側にこう信じるということのね、ものがあったとしたら、感情によって信じたっていうのがあるんだったら、調子のいい時は神様救われましたって、調子悪い時は救われてません調子いい時救われました、そうでないです。もうそれの繰り返しじゃないですか。あの救いのところにも感情ではありませんって書いて、だから私たちが神様を信じるということの主は私じゃないんですよ。神様の側なんですね。立つべきところっていうのは、神様が私たちのためにしてくださった歴史的事実、イエス・キリストの十字架と復活、この神様が用意してくださった救いを、私は信仰によって、神の賜物によって、憐れみによって信じた。先ほど読んだエベソの信徒の手紙の2章の8節の言葉をリビングバイブルでは公約しています。あなた方は神様の寛容さのゆえにキリスト様を信じることによって救われたのです。しかもそのキリスト様を信じることすらもあなた方から自発的に出たことではありません。それもまた神様からの贈り物なのです。神様の寛容さのゆえにキリスト様を信じることによって救われた、この信じることさえもあなたから自発的に出たことではありません。それもまた神様からの贈り物なんです。私はイエス・キリストを信じた、私の信仰によって救われたというのは私の側じゃないんです。
神の賜物なんですね。マルチン・ルーテルが神イエス・キリストを信じることによって救われる。それも神の憐れみなんですよ、恵みなんですよ。私たちは神様がプレゼントとして与えてくださったその信仰を信じてんかって問われる神様に信じますせーって答えて、私たちはこの週も歩んでいきたいと思うんです。私たちに今どのような大きな重荷、どんな重い重荷があったとしても、イエス・キリストが追ってくださるって約束しているんですよ。全ての重荷をイエス様に追い出にして、イエス様についていきましょう。いや、もうついていく力がなかったらおんぶしてくださるお方です。イエス様にもう丸がかえしていただいて、この週もイエス様と共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、信仰によって私たちは救われました。信じることによって救われました。私たちの側には何もないんだって聖書は語っています。私たちが信じるその信仰さえも神の賜物ですとリビングバイブルは訳しています。聖霊によって、聖霊の導きによって2000年前に十字架で死んでよみがえってイエス様を信じるということは知識ではできません。聖霊の、神様の導きと賜物による恵みであることを心から感謝いたします。ルターが500年前に自分があの塔の上で難行苦行をし、救われるためには何をすればいいんだろうかと努力した結果、そんなことではない、神の恵みだ、恩寵によって救われるんだと彼はそのことを知って体験して、カトリック教会の免罪符という見える形のそういうものに対抗して、信じることによって救われる、救いの根拠は聖書にある、聖書のみだと彼は語っています。私たちも聖書を通して、いや歴史的事実、主イエス様が私たちを救うためにあの十字架で尊い血を流し命を捧げてくださって、死んでくださって葬られてよみがえったことによって、私たちの全ての罪が許され、清められ、魂に救いが与えられ、永遠の命の恵みが与えられていることを心から感謝します。どうぞ私たちも信仰も神様が導いておられることを知りながら、自分の側ではなく感情ではなく、常に神の御言葉にその約束を見つけながら、信頼しながら、この週もイエス様と共に歩ませてください。今も病と戦っていられる兄弟姉妹がいます。いや、その中にある方々がおられます。どうぞ全能の力、復活の力、愛の力を集結し、あなたの御業がその一人一人に現れますように。パウロとシラスは苦しい経験をしましたが、イエス様を信頼していました。愛なるお方がこのままで終わらせるはずがない、このことを必ず感謝させてくださるお方だ。同じイエス様を信じる私たちも、今がどのような困難や戦いや苦しみがあったとしても、神様は必ず良きように導いてくださるお方、最善に導いてくださるお方、間違いない方であることを信頼して、全て追いだねして、この週も歩ませてくださるように、どうぞ導き助けてください。午後から持たれるそれぞれの集会の上に、また今週持たれる集会すべての上に、あなたの守りと導きを与えください。明日からのそれぞれの働きや学びや生活の中に、愛の主、よみがえの主が共にいて、お一人お一人を支え強めてくださるように導いてください。どうぞ花園ナザレン教会の上に、主の守りと助けが豊かにありますように、導いてくださるように、この時を心から感謝して、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
続きましてご一緒に新聖歌280番を賛美いたしましょう。感謝の捧げ物をいたします。献金奉仕は梶原光兄弟、梶原真理姉妹、中村兄弟になります。献金はクリスチャンが感謝の印として行うものです。ご用のない方は飛ばしていただいて結構です。
感謝のお祈りを梶原副教団にお願いいたします。お願いします。神様、今日終わりのですが、こうして多くの兄弟姉妹と共に礼拝をいただくお話をします。今メッセージを聞きました。神様、あなたから日々受けている恵みに感謝いたします。今すぐ献金はあなたから受けている恵みの一部です。ほんの少ない一部ですが、神様のご用のために、用いてください。この祈りを神様の名前によってお願いいたします。アーメン。続きまして唱詠新聖歌63番を賛美します。その後江上先生から祝祷をいただきます。我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しいお交わりが我ら一同と共に今ものうちも限りなくあらんこと。アーメン。お座りください。ただいまから皆さんにお願いがあります。先週ですね、花園なずれん教会が台風で屋根が崩れてというか、隣の家の車に、まあ、車ぶつけたというか、そういうことがあったり、屋根の修理をしないといけないんです。今日全なずれん教会に私は手紙を書きましたけれども、